で、わあさん仕事中もなんかキラ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 してるから、本当にキラキラしたいんだろうね、わあさんって。多分これいつも違うな、これじゃない、びっくりしたと思う。あのなんかあの魚の切り身あげてる時もこれだからね。うん、やっぱアーティストだよ、わあさんは。正真正銘のアーティスト、キラキラしてない時ないからね。うん、多分 TikTok で一番キラキラ輝いてると思う。だってすり身揚げてる時まで輝けないでしょ。なんかライブ見てるみたいだよね、揚げ物揚げてる時も。ちょっと外せなくなってた、ちょっと外せなくなってまった。あれどういうことこれ、あれ外せなくなってまった。あ、外れた。レゲイベ、え、ルルさん、お質問、質問コーナーあります？何でも答えますよ、リスナーさん。でも本当明日からもう喋る時間ないからね。もう言うならマラソンで沖縄行って、みんなの名前もなかなか呼べないよ、これ本当に。今のうちに気になること言っといた方がいいよ。これ調子乗るわけじゃないけど、あんま構えない、もういっぱいいっぱいだから、うん、いい、なんか言っとかなくて。お、ミーナありがとう、サブスク。今日本だよ、おかしくない？今タイだったら、うん、タイから好きになって、あ、よかったわ。またまあ海外に限らずね、ちょっと外配信やりますから。パーカーと迷惑、クラリスちゃん何回送っても帰ってきたから、不在でね、不在票入ったら連絡してね。もうそれ言おうと思ってた、プレゼント何ヶ月かかったの。クラリスちゃんとかリスナーさん気をつけてね。うん、荷物をクラリスさんにね、サブスクで抽選してパーカープレゼントしたんだけど、何回送っても何回送っても帰ってくるの。うん、でいないのは仕方ないけど、不在票に連絡して受け取ってね。今日大変だったよクラリスちゃん。あ、空港配信でね、あの神回ね、あのバスツアーね、ゼロワンさんに会いたいです。トークンとつくる、でトークンとかね、男リスナーさんとは来年ちょっとオフ会してもいいかもね。オフ会、うん、でヒーロー社長もひどいよね。マリオには会いに行くのに俺に会いに来ないもん。うん、ヒーロー社長もね、俺は多分ね、自然とお会いしてるのかな。マリオとはもう仲いいから。そうだよ、来年はね。まあ、懸垂しようぜ。いや、ちょっと広瀬さんの言ってること分かんない、答えになってないけど、いや、いきなりいいですよ、うん、ただ言ってたのが、なんか配信つけてネタにするようなのはダメだってなんか言ってたけどね、そういう便乗系、うん、まあでも、ね、みんな来てもらって中止。なんか怪我してるらしいからね、うん、でも大丈夫、きっとやるよ。
いや、ムーニーちゃんとかさ、来ないくせに、そうやって匂わせるのやめなよ。どうせ来ないんだから。うん、どうせ。うん。車で本当にコメントでは強気だけど、シャイだよね、なもん。ねえ、会いに来たらいいじゃん。うん、ハグぐらいしてやるよ、お姫様抱っこして。ビビってるんだろ？惚れちゃうから。怖いんだろ？もしかして自分に自信ないの？ねえ、コメントでは生きってるけど。あっつー、あっつーおやすみ。あっつーもありがとうね、本当に。あっつー。あっつは本当に安定してね、みるみる頼もしくなって。あっつ来年無理しないでね。もうよくやったよ、本当に。うん、よく支えた。子供を迎えに行ったり送ったり、その合間でバトル参加してね、レベルもね、もう10とかだったのにレベル33、立派な姉妹になったよ、あっつ。ゆうかいらっしゃい。もう無理しないで、みんな。ゆうかももういい。もう十分だよ、もう。もうみんなギフトを投げなくていい。もう込み上げてくるわ。ゆうかもありがとう。もう来年はもうギフトいりません。もうゆうかもう大丈夫。もうここまで言わないとうちのリスナー投げるから、もう本当にゆうかも大丈夫。ゆうかもありがとう。ゆうかもういいよ、もう十分だよ。もうみんな十分投げてくれたわ。で、俺ケチだからね、1ヶ月100万円ずつぐらい切り崩して生きていくから大丈夫。うん、サイン来た。ゆうかありがとう。いや、もう十分だよとか言っててもね、綺麗事じゃ済まないんでね、はい、頑張るんですけど、本当にもうそれぐらいの気持ちがあるってことは分かってほしい。うん、もう言うか、本当にもう無理しないでっていうこと。うん、泣いてんのほら涙出るでしょう。どんだけの気持ちなの。ましてや女の子が。うん、もう十分だよ。ありがとう、ゆうか、本当によくやった。レベル38、しかもね、唯一のギフトレベル50のね、もう休んでる舞子も近々顔出すって言ってたからね。ギフトレベル50、一人も離れてないからね、うち。ゆうかナイス！行くぞ！どう思う？一人も離れてないんだぞ。たまにね、怒るけど。そうだよ、舞子をふわっちやってたら。ハートミーレベル50。うん、だから来年ね、どっかで顔出すよ。うん、すごくない？ただ一人今傷つけて、もしかしたら帰ってこないリスナーさんが一人いる。それがちょっと唯一つらいけどね。うん、俺がね、八つ当たりしちゃったから、うん、
本当にいいリスナーさんね。みんなちょっと頑張って待つしかない、うん、でもさこの数ヶ月あんまりそうなかったよね。そんだけリスナー我慢してたんじゃない、うんね、で少ない方じゃない、シロちゃん他に比べて。うちは安定してない、どう、おシロちゃん、うん、あまりないじゃん出入りが。そんだけねリスナーさん我慢してついてきてくれてるからね、うん、で俺がちょっと焦ってたから、うん、で焦るのはやっぱ上がすごいでしょ。で上に追いつかなきゃ追いつけなきゃって焦って焦って、もうそれでちょっと切羽詰まってたから、もうそれをもう やめたんで、うん、焦ってたっていいことないだろう。十分頑張ってるリスナーに感謝しろよ。もう少し、本当に俺はダメだよね、十分じゃん数ヶ月でね、うん、なんで感謝できないの。ゼロワン本名川西浩平37歳パツ2で顔も大したことない、お腹も出てる、ただでさえクソジジイなのにね、感謝しろよもっとリスナーに。ギフトを投げてもらうのも当たり前じゃねえぞ。当たり前に何食わぬ顔でバトルしてんじゃねえよ、クソったれが。感謝しろもっと、枠に来てくれるだけでも。飽きたわ。感謝できねえのか。今誰か申請来てたな。本当にごめんなさい。でもね、徐々にやっぱ TikTok の配信上手くなってきてるよ。もうちょっと待って、もう1年も経ったらもうだいぶ上手くなってるから、もうだいぶ慣れてきてる。もっと上手くなるよ、もっと、うん、でもっとね強くなると思う、絶対に。すごい量たくさん食べてリスナー元気づけないと。うちのリスナー俺がたくさん食べる姿好きでしょ。違う、うん、ねね、豚カルビやん、マジでマジで八つ当たりがこれを我慢しなきゃ。牛カルビもう本当にリーちゃん豚食べたかったわ、ありがとうリーちゃん、たまには豚食べたかったんだよ。マジでありがとうねリーちゃん、リーちゃんありがとう、無性に豚食いたかったわ。疲労回復いいよね、豚うまいよね、うん、ミコさんすいませんね、
昨日が最後、よく見てるね。ラーメンの時言ってたん、夜中に。これで最後にするって。もうニコさん、ゼロリスないな。クラリスちゃん、ありがとう。あ、リーちゃんいる？マラソン優香優香、年末も忙しいの。年末寄り添ってクリスマス寂しかった。あれ、リーちゃんは全く怒ってないからね。全く怒ってないからね、うん、リーちゃんにお礼言おうと思って。うん、リーちゃんいいんだよ。リーちゃん、リーちゃんいつもありがとうね、支えてくれて、うん、本当に。りーちゃん来年も頑張れる？りーちゃん、うん、りーちゃんにちょっと冷たい節あるから。やっぱね、付き合い長いとね、当たっちゃうんだよ、優しいから。りーちゃんにもね、俺言わないと。りーちゃん来年も頑張ってくれる？させようとしてる。考えすぎ、うん、またすいません、ちょっと勘ぐっちゃう感じ、うん、誰か沖縄から帰ってきたりしたら、おせちとかお雑煮作りに来る企画は誰かいない？さすがに雑煮は食いたいわ。自分で作れるか？お雑煮作れる？美味しそう。これマジでうまいよ。まあ、豚カルビは食ったことないですけど、まあでも女の子はね、やっぱや柔らかい肉が好きなんじゃない？俺はね、これ普通に好きやけど、うん、関西はお味噌汁にお餅を入れるだけ、うん、あ、そう。みんなって何？何系？どうやって作るの？まさか作れない人いないよね、女のくせに。あ、白味噌うまそうやな。いや、白だしより白味噌を食べたいかも。作れない。もうちょっとちゃんとしないよ。花嫁修業しな。いつまでも甘えてないで、ウーバーとか外食ばっかしてないで、日本人の心を持ってね、誕生日には手巻き寿司を作ってあげてね、ね、クリスマスはケンタッキー予約して、年末はね、お雑煮作って、でサブスカリアンスで、おせちも予約するの、ちょっと高めのね、5、6000円の、うん、
配信見るのに忙しいってね、要領よくやらないと。朝起きて洗濯回す、ご飯とかやる、で一応ね、どっかの配信やっといてラジオにしてやることやるね、それで要領よくやらないと。主婦は何をしてるのね。カタ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 ずっとコメント眺めてる暇があったらやることやるの、うん、今洗濯回したり、もう11時20分だよ、寝る準備もしなきゃいけないし、歯も磨いたの、お風呂も入ったの、ちゃんとやろうよ。顔見たいってやることやってから見ないよ、子供じゃないんだから。じーっと眺めてないで、やることやりなよ。家のこと、大掃除とかしたのちゃんとやろう。うん、全部終わったってやっぱ偉いね、うん、さっきからブームなの、別に俺仕事してないしね、配信してるだけだからいいんだもん。でもみんなリアルがあるんでしょ。俺はもうネットがリアルだから、もうネットもリアルも境目が分かんなくなる。あの、私は誰になっちゃう。俺って何なんだろうなって。何のために生きてて何してるんだろうなって、これ本当になるんだよ。ずっとネットゲームやってる人がね、もうゲームの世界の主役になった気持ちで何年もずっと引きこもってね、いざそのゲームがもう何あの販売中止じゃないけど中止になった時に愕然とするらしいよ。うん、ラッキーって心配なるもなんも、もう数年やって人格も変わった。そう、川西公平かゼロワンかじゃなくて、もはやゼロワンというキャラに人格がなっちゃったんだよ。わかります？内気でシャイで、まあそういう寡黙な男だった。職人やっててね、もうペラペラ喋ることなんかしなかった。黙々と仕事してるタイプだったね。それがペラ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 、しかも口から出ることはしょうもない話ばっかり、本当に薄っぺらい人間になっちゃったね。うん、かっこよかったけどね、昔の俺は。口数も少なくてね、仕事熱心でね。で、初めてお付き合いした人と結婚して、一途で硬派でね、もう薄っぺらい人間になっちゃいました。ついたら、じゃあもう今かっこいいって言うじゃん。じゃあね、リスナーさんの投げ銭なかったら生きていけないんだよ。荒野みたいにホストやってるわけじゃないじゃん。他に仕事してるわけじゃない。会長みたいに美容師やってるわけじゃないじゃん。ただの小じきじゃん。なんかメンヘラになりそう。分かったよって。それでもかっこいい、かっこいいか、それ言われたらどうやって生きていけばいいの。やめなさいってリスナーさんにギフトいただかなかったら、いや社長してるっつうか、ただ収入をね、会社で処理してるだけ。なんか配信しかしてない。ただね、事務所はね結構順調ですけどね、うん、事務所は人と比べるから
まあ、リスナーさんがいいならいいけどね。仕事なんかしろっていう人いる？いたらちょっと考えるけどね。俺はしたくないよ。普通に配信だけやりたいけど。うわ、豚。肉が硬くてうまいわ。牛肉より肉が硬い。マジでうまい。硬っ。うまっ、うん、10年後どうなってるか、もうおばこに30年、40年ですよ。おばこになってタンクさんみたいになってる可能性がある。もうこれは否めない。臨機商売だから、もうこれはしょうがない。うん、でも鳴らしはね、もっとちょっと本当に失礼だわ。タンクさんも人気があるけどね、うん、そうなってる可能性、ごめんなさい、本当すいません。だから失礼、ほんとすいません。うん、素敵だから、でタンクさんみたいになれたらいいなと思うけど、でもみんなに無関心になられて閲覧も100人いかなかったら、俺はもうその前にやめる。配信って TikTok って難しくてさ、今の出現がさ、時には面白かったりするじゃん。そのギリギリのラインって難しくない？今の冗談が面白いって思っ、ちょっとクスッとなった人もいるでしょ。でも中には失礼っていう人もいるから難しいんだよ。聞いたことわかる？でもそういうね、やっぱ調子に人をバカにするようなそういう配信者にはね、やっぱなっちゃダメだけどな、うん、でも歴が長かったらみんなね、それぐらい言うんじゃない多分。よし社長いらっしゃい。よし社長、虎の絵もらっていただけます？よし社長いらないかな、虎の絵。ちょっとでも欲しいと思ったら、お世話になりました社長、すいません、いなくんで。S 社長、じゃあ自分用だけど S 社長にだったらあげれる。むしろもらってほしいよね、うん、だっていろんな投げ師がいる中の12番目だっけ？すごいね、それ。本当に。うん、12番目じゃないかな。何位だったっけ？前々回の立てイベント。すさまじいよ。確か12だったね。人生で多分、まあ、一番っていうレベルだからね、うん、夜道の運転、うん、おかえり。
画角ちょい上げてほしい。え？見やすくなった。あ、またご飯出てきた。どうしよう。いや、うまいわ。マジで。で、二つ目ポン酢でいきます。ポン酢で。で、食べ終わったら体重測定いきます。リスナーさん食べないですよ、こういうご飯。女の子お腹空いてきた。まあ見てると食いたくなるよね。食べる？これも豚です。硬い豚、全然怒ってないけど、どうやったら間違えるんだろうね、牛と豚。間違いようがないけどね。いや、いいんだよ、たまには豚でもね。まあ吉野家もまあ半年に1回ぐらい食うからね、豚丼。で、何回食べても一口食べたらやっぱ牛丼にしやよかったなと思っちゃう。お店の人が間違えた。それ許せないね。なんか肉がカチカチでうまかった。カチカチ。硬いの豚肉。12時までやれたわ。なるほどね、あ、すいません、わざとやりました。で、俺リスナーさんってもう気も使わず、ほんと家族なんだよ。家族だったら、おならとかゲップもするでしょ、みんな。
そういう感じなの、みんな心許してるんだよ。だから汚いとか言わないでほしい。それで汚いとか言ってもいいけど、心許してるからね。で、松屋が一番うまい豚汁。親しき中にも礼儀あり、確かに。で、金持ってるやつって品がないの苦手だろうね。俺自分がなんかめちゃくちゃ金持ちだったら自分絶対応援しないわ。誰応援してるかな。男なら誰応援するかな。言っちゃっていいの？いや、俺が言おうと思ってるの。ついてなくないか。うわぁ、ドキドキしてきたな、明日。体で太りました。じいちゃんいる？もうこの人すごいな。兄ちゃん、モスバーガー行ける？多分俺の体感的に99.5 ぐらい。あと500グラムぐらい詰め込んだ方がいいね。下100キロ行く。ガパオライスで18号さん。うん、100キロで走りたい。まあ寝たらあれだけど。じゃあリスナーさん、体重測定いきます。今日の一番の目玉、体重測定のコーナー行きたいと思います。
意外と行ってないわ。100キロチャレンジ失敗。じゃあ皆さん98キロで明日チャレンジします。明日の夜ですね。まあでも98キロでも結構過酷だと思うけどな。かのちゃんナイス、ありがとう。かのちゃんスタート明日朝7時から無限だよ。第一走者、第一走者ね。いや、なったことね、人生で2回ぐらいあるんだけどね。一瞬すぐ体重落ちちゃう。だってもともと俺痩せてるタイプだからね。ハートミありがとう。あの包帯、ちょっとね、まあこれで本当にね、走らなかったら、いやもう本当付き合い方考えるわ。それだけは言っとくね、みんな。まあさすがにないと思うよ。で俺のはね、ちょっと心配したかと思うけど、まあちょっとノリで便乗したからね。それ分かるでしょみんな。便乗だからね。俺本当にタンコブとか一応ある設定だから。かのちゃんセンキュー。ちょっと心配してたりするのいるから、最後までやりきれなかった。でもあの二人は分かんない。あの二人はガチかもしれないよ、もしかしたら。どうだった、まあ2000人ぐらいいてたね。あ、トンコさん、それさっきナイスに確認したら嘘だって。嘘。じゃあリスナーさん、珍しくね、今年最後のサブスク配信ちょっと してきます。はい、何するわけじゃないですけど、はい、じゃあリスナーさん、縁も竹縄なんでね、ありがとうございました。最後リスナーさんと雑談できてよかったです。はい、で皆さん良いお年をお過ごしください。良いお年を。マラソン頑張ってきますね。良いお年を。まあね、年末忙しくて来れない人いるからね。一年ありがとうございました。お世話になりましたリスナーさん、ありがとうございました。あと他の配信者にもよろしくお伝えください。 TikTok で関わっていただけた全ての人にちょっと感謝します。はい、でまだね、あまり好きになれない人も今もしいたら、来年は仲良くなってください。はい、ありがとうございました。じゃあね、みんな。ありがとう、本当に。で、無理しないでね、本当に。ギフトは本当に無理しないでください。でも来年もさらなる上を目指してやってるんですけど、見守っていただけたらいいんで。さよなら。
愛してるぜ。じゃあな。